長瀬くん。あ、さくらさん。ジョゼ君の家どんなところ？私の家はアパートです。狭いです。ワンルーム？はい。さくらさんはどんな家に住んでますか？私の家は一戸建て、木造よ、木の家、家族と住んでるの。私は一人で住んでいます。遊びに来てください。ありがとう。また今度ね。じゃあいつにします？明日？明後日？さくらさんの家木造ですか。素晴らしいですね。日本の畳、障子、襖というのは日本の気候に合わせたもので、奈良の法隆寺は1400年前からある世界で最も古い木造建築。さくらさんの家には部屋がたくさんありますか？4つあります。ジョゼ君の家にはエアコンはないの？ないです。さくらさんの家にはありますか？私の家にはエアコンが2つあります。私の家には扇風機があります。あとどんなものがあるの？ベッド、テレビ、掃除機もあります。私の家にはテレビ、ソファー、ダイニングテーブル、そうそう、テーブルが2つあります。あ、ジョゼ君、テーブル欲しい？はい、欲しいです。ジョゼ君の家にはテーブルないの？ないです。じゃあテーブルあげるね。